さあ皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回もFIBA16実況やっていきましょう。今回はホームでケンブリッジ戦、キャピタルワン杯でございます。3回戦だね。キャピタルワン杯は、3-0、1-0とまだ無失点で、3戦目かなを迎えております。ケンブリッジユナイテッド、まあ、4部のチームですので、しっかりですね、まあ、2回ほど去年も戦っておりますから、しっかりとここを倒して4回戦、順調に進みたいと思います。では行きましょう。うわ、アウェーね。うわ、アウェーいいな、これ。これにしよう。で、ちょっとまだスミス治んないね。全然治んないね。で、マクナルティも疲れてんだよな、なんか。チャップに入れるか。あ、待って。アダム入れよう。で、アダムで、ここから、あ、そっか、これもう デフォルトで変えちゃおう。で、まあ、あと、ここの2トップっていうか、ここ2人いるでしょ。で、デイビス疲れるね。お前、デイビス疲れるな。でも、しょうがない。もう、ディフェンダーがさ、もうディフェンダー全然いないからさ、もう使うしかないんだよね。使うしかないけどさ、ここの人さ、ちょっとここで使ってみない？ダメかな。いや、ちょっと今回、ちょっと試しということで、この選手、身長いくつ？180か。まあまあだな。なんとも言い難い。で、キーパーは、ポールだね。前回良かったからね。もうマーフィーはちょっともう、今年安定してないんで、ちょっとすぐしばらく休ませましょう。で、まあ、こんな感じだね。こんな感じでどうでしょう。これで戦っていきたいと思います。では行きましょう。お、バーディー、今日は、あ、青いのしてるね。耳が痛い。よし。あの耳にね、こう耳にさ、こう引っ掛けるタイプのマイクを使ってるんですよ。だからいつも耳にこう引っ掛けてマイク、あの音収録してるんですけど、あのね、マイクが、このマイク重いんだよね。意外と結構大きいんで、あのね、耳に引っ掛けると結構の重さなんですよ。だから耳にね、すごい負担がかかるっていうね。で、この耳のなんていうんだろう、マイクってさ、やっぱこれ、かけるやつがあるとさ、やっぱ先っちょ一番上のところにさ、やっぱ出っ張りあるじゃないですか。やっぱほら、棒一本の棒だからね、このマイク、耳にかけるタイプのマイクもね、一本の棒だから端と頭っていうのがあるんだけど、その一番上の頭の部分がちょうどね、耳のね、あの一番外側のさ、へこんでる部分ってあるじゃないですか。ここあのほら、柔道の選手とかよくやってるとさ、ここの へこみがなくなるっていうけど、うわ、すげえ守りだな。あのへこむっていうけどさ、そこの部分にね、ちょうどね、とんがりが当たってるんだよね。すごい痛いんだよねマイク変えろって話なんだけどさ、そろそろもう変えたいね、マイクね。ちょっと考えよう。これは痛くてしょうがないわ。よし、行こう。そんなことは気にせずに行きます。レッツゴー。勝つよ。これホームだっけ。これホームだよね。ホームだからね。なんか動きが滑らか、すごいなんか知んないけど、いいね。中にスペースがあります。あぶね。サイドハーフな。まだいかない、まだいかない、まだいかない。 OKOK。 うわ、まずい。まずい、まずい。サポートを使いますか。パスコースを塞ぎ、やめてくれ。ああ、押し込め。うわ、出てないの今の。うわ、怖っ。さあ、カウンター、カウンター、いけいけいけ。カウンターだ、いけ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 。よし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 、ゴーアダム。よし、もらえ。ああ、もらっちゃったか。でも今の行きたかったな、そのままかわして。うーん、これでもイエロー出るよね。よし、これクロスだね。これまあ存分に高さを生かして、ここ、いやー、ちょっと頼むぜアダムよ。うー、あ、ダメですか。惜しかったな。サンチェスいいな、ヘディング。本当にうわ、パスが奪えないじゃなくてボールが奪えない。パスコースを下げ、パスコースを下げ。ナイスナイスナイス。オッケーオッケー、今のいい。やばい、まずい。うわ、ガラキじゃないか、おい。ナイスブロック、ノーファール。よっしゃ、オッケー。いや、今のは頑張ったな、ディフェンス。オッケーオッケー。
さあ、ゴー。ハーフだ。一回サイド。いいタイミングで反応しました。うーわ。大丈夫。奪える。よし。ベネット。うわー取らない。よし。あ、なんですぐバレちゃうの。いただいた。オッケー、いけ。よし。うわー、いやー難しい。ベネット、いやー、ちょっとパスコースがなかったな。潰されてるな、すごい。はい、2人でいきます。なん、まあいいや、カードがないな、あれだけいいわ。でも今のプレーでカード出たらたまたまもんじゃないよな。ナイス、高い、いいよ。よし、来た。オッケー、いけ。よっしゃ、強引に切り崩してきた。うわうわ、ディフェンダーの方が足早いのか、それ。うわ、今バーディー結構頑張ったと思ったけどな。ダメ、一回下げるわ。下げて、ここ空いてるんじゃないですか。あ、ダメか。シュートはブロック。ここで大きく前に出します。どう、うわ、当たった、コーナー。あ、ダメか、ホーランズ。これはやっちゃったという仕草も出てしまいますよね。よし。何？おい、ラッキーラッキー。うわ、これクロスだな。ハーフのどこにいる？ハーフのクリスチャン、あっちだな。ここ。まだまだまだ。され。よし、オッケー、コーナー。これで、セットプレー使います。ニアポスト。で、このぐらい。そこに走り込んで。うわ、出てくるな、キーパー、おい。あ、やべ、うわ、やっちまった。ねえ、ちょっと当たっただけじゃないの。ねえ、ちょっと当たっただけだよ、本当によ。いけ。あー、来ないか。よし。ベネット。あー、さすがに距離が足んないか。うまい。あ、プレッシャー行こう、プレッシャー行こう。ああ、よーし。いや、ちょ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 、スルーバスボタン押しっぱしちゃった。スルーしちゃったよ。せっかくいいボールが来たのに。いけ。ああ、オッケーオッケー。よし。でも攻められてるよ、これ。でも延長戦だよね、ダメだったら。うわー、きついな、延長戦も嫌だね。ここでシュート、キーパー弾く。あ、危ない危ない、やっちゃった。うわ、カード、やめて。うわ、やっちゃった。ホイッスル、ポーツマスにファウルがありました。うわ、やっちまった。すでにイエローカードをもらった。え、セーフだよね。危ないプレーでした。うわ、よかった、助かった。怖い、今出るかと思ったら絶対今ポケットに手入れたよね。うー、怖い。やっちまった、俺完全終わったと思った。よかった、ぶね。もう大事に行こうぜ、バーディー。ねえ、ちょっと待って、怪我やめて。なんでファウルじゃない？てか、オフサイド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 。あぶね、バーディー、大丈夫かな、これで。あ、大丈夫だね、よかった。いいよいいよ。よし。よく走っています。シュート、うわー、当たった。オッケーオッケー、コーナーコーナー。これファーポストに走り込んだ方がいいよね、でかいの向こうにいるもんね。いや、待って、ハーフな手前にいる。もう一回ニアポスト。うわー、位置ずれた。待て、これは来た。うわー、くそ。いいロングです、いいロングです。誰ですか、わかん、誰だかわかんない。いいロング、いいロング。そしてもう一回ニアポスト、もう積極的に行くよ。
うわー、入ったかと思ったねえ、クリスチャン、今惜しかったな、キーパーも出てたよね、うわ、惜しいな、回転が、もっとかかれば、うわ、そっちか、うわ、前半 0-0 はきついな、ちょっと。ラストチャンス、うわーマジか、反転うまいね、あー反転がうまいね、どうしてもやっぱ俺はパスコースを塞ぐよりも人にプレッシャーいっちゃうわ、どうしても、なんでなんなんだろう、やっぱりねボール奪えるんじゃないかっていうね、なんかそれが あるんだよね、いった、うわー惜しいな、続けてほしかったな今の、ちょっとまあ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 いいかいいか、ちょっと厳しい前半だね、ちょっとこれは、わあ一部もやってるね、ちょっと何かを変えなきゃいけないね、ということで後半いきましょう、さあ後半いきましょうということで、ちょっと後半あのハーフタイム中にトイレ行ってまいりました。皆様もねぜひね、さあ後半いきましょうって言ったら、あの前半と後半切り替えるよっていう合図なので、ぜひ皆様もね、さあ後半行きましょうのところで一時停止してトイレ行っていただければいいかなと、まあ休憩もね必要なので、ぜひね皆様ね休憩も取りましょうということで、このまま後半行きたいんですけれども、途中でまあ70分ぐらいでベネット変えます、行きましょう。いやーこれ延長戦には絶対にしたくないからね、疲労とかも考えて、なので絶対この45分で決めます。サイドからサイドへ、よし、いや、うまい、うまい、うまい、ああ、惜しかったな、今、うまかったけどな、バーディー。出た、おもずし。いいよ、いいよ、プレッシャー行こう。よっしゃ、こういうこと、こういうこと。よし。よし。クロスを出した。カモン。あ、まだって。ま、空いてる。あーくそ、ロビーキーン、あーダメだ、そこにプレッシャーがない、この選手は、おい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 、よし出た、ちょっと待ってくださいね、とはいえおとなしすぎですよ、後半はもう、すいません、ちょっと耳がね痒くて、やっぱねマイク当たるってのはね、やっぱり痛いんだよね、どうしてもね、よし行こう、すいません、ああパス変え、俺人変えちゃって、ベネットめっちゃ空いてるな、よし行くぜ、一回中でサイド、オッケー、行け行け、あーちょっとうわな、うまい、まずい、ノファル、ねえ違う、ね、ボールに行ったじゃん、ねえねえボールに行ったよね、おかしいって、この判定はおかしいよ、よく見てみ、リプレイ出してもう一回、スタジアムのスクリーンで流したよこれ、ほらボールに行ってんじゃん、くそなんで今俺イエローなんだよこれで、もったいねえな1枚、しょうがないけどさ、もう何言っても、さあカウンター、カウンター、よし2対2バーディー、オッケー、さあここで、あーダメか、雑か雑か、うわもっと丁寧に行けばよかった、もうなんかもう黒と黄色でもう8ミリやな、かすごいな、8人見えてしょうがないわ、相手のユニフォームが、よっしゃー、うまい、ボールを奪われてしまいました、来た、さあ突破しましたよ、シュートだ、よっしゃー、オッケー、うまい、オッケー、やった、ようやく入ったぜ、ハーフナーか、よっしゃー、ナイスゴール、いやよかった、うまい、うまかった、いやよかったよかった、もうみくちゃだよ、もうでっけえ体が、ここのこれうまかったね、いやシュートもまあまあうまかったな、これシュートうまいね、ハーフな、なんか珍しいな、こんなシュート打つなんて、いやオッケーオッケー、ナイスゴールです、
いやー、よかった。これで1点も取られずに守りきれば。何ゴール目？ 1 ゴール目か。守り待き望ろう。のよ先し、行く制点ぞ。が入りました。出てないの？あ、びっくりした。PK もう出の判たんだよ定。ね。てか、なんでファウルなの？ファウルの数です。うわ、これ危ないな。あー、相危手ない、が危ない。だ2から点もうというクロシスュート怖でいしね。た。クロスが怖い。でも、特段と別にプレッシャーには来ないね。なそうね、厳しいぐらいにね。この時間だと大体クロスチームが多いんだけどね。そんなに攻めてないのかな？攻めないとあんたたちも終わりなんだけどな。まずい。だけどここはベネットの足を生かして。まずい。うわー、危ねえ。ど真ん中なのに、なんでコーナーそかんらななんのかキックびっとなくりしりたようまな感す。じで弾くんだ。気をつけて、コーナー気をつけて、怖いよ、コーナー。結構怖いよ。手前。シューうト、わー、クロス危ボールに阻まれました。ねえ。うーわ。びっくりした、カレーのコーナー。うーわ、で、リプレイないの？うーわー、びっくりした。危なすぎでしょ。いや、よかったよかった。これ迷うな。ベネット、いや、間違えた。くそ。こっから失点したらマジ話にならないな、これは。これは来た。危ない、流れた。よし、オッケー。え、まだある？まだある？スローよインし、プ出レーた。でオッはケー、クロオッスバースボールでケー、す。ナイス。いいよいいよいいよ。オッケーオッケー。ましずい。っかりと読んでましたね。ボールを奪いました。よセンし、ター危にねえ。処理し頼むましよ、た。本当に。しっかりしてくれ。危ねえ。もう頼むって。いけ。ゴー。直せ、直せ。よし。パスうをつなわー、げてまきあまあ、まし端早いた。んだよここな。で奪われました。待って、次プレイ途切れたら選手変えます。堀池さん、自分の声すら聞こえない大声援。観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね。試合を決めるゴールを期待しているのでしょう。回すこのな、後ろ試合がで。まだまだ分かりません。まずい。坊主衆。チャン、ああ、奪ったらチャンス。いいまずクロい、スを本当入れに。たい。中はどうだ。キーパキーパーー、によ近づきまし。した。いけ。いけ。よし。スペースを見る。クハーロフスナー。が上がった。なんで今そっち行ったのよ。このうボールわ、はちょっとキーパー強くです。すぎたか、今ハーフナー狙ったんだけどな。いやー、惜しいシーンは作れてるんだけどね。すごいな、なんかどん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 近いんだけど、何この音。いけ。フィールドの中盤でボールを奪いました。すげえ気になるな、なんか花火じゃないよな、なんかすげえどんどん聞こえるんだけど、何この音。ディ外フェンから。ス、ヒヤリとしたパスでした。まあちょっとこの収録終わったら確認していきますけど。今試合に集中、試合に集中できないぐらいのどんどんなんだけど。いやでもここから耐え、シューまた耐えてくれ、耐えてくれ、頼むぜ。トうはわ。枠から逸れていきます。もう後ろで回ゴそう、ールもうはパー取クれザませパんでした。ス。パークザパス。ディフェンス危陣ねえ。地に危ない、危ない、危ない、やめて、やめてくボールにれ。なっていった。ねえ、嘘だろう、それはないっス、て。同点ゴねえ、ールです。それはないわ、ちょ終っ了と間際に焦っ。同点ゴールが来まし何だった。たんだろう、ロング打てよ試合かっにはたよ、俺、何し絶対てのんの、意味マジというで。ことですね。待っそうて、いったここで気持決ちめれがば出まだし分かたんない。ね。個人技で決める。いくぞ。くそ。はい、個人技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 、ね、ファール、ファール、ファール。これよはファールでし。す。うわ、これでクロスで一発決めろ。待って、クロスじゃない。丁寧に行く。いい形でゴール前まで持ってきまサイしド。た。ノーサイド。ねえ、ベノネッート。サイドだろ、おい。
さあ、うわ、終わったか、これ、もうマジかよ、そんなことあるかよ。まだある、まだある、まだある、ねえ、まだあるって、うわ、もう最悪だな、これ、マジで。うわ、延長戦かよ。うわ、ちょっときついな。ハーフナーでしょ、チャップリンでしょ、ベネット・ドイル、スティーブンズ、ハーフトラップ。うわ、マジかよ、ちょっとこれマジか。ショックを隠しきれないんだけど、これちょっともう立て直していくしかないね。こっから立て直していきます。立ち直れるかなこれ。よし、行こう。でももうこの30分で決めるよ。よっしゃ、これミスつく。うわ、取られる。まだあるよ、まだあるよ。あー、くそ、強くいこう。うわ、マジか、まず出ろ。オッケー、気をつけて、マイル。危ねえ、今危なかったな。ナイス、うまい、いいよ。ボールはどちらにこぼれるか。うわー、ちょっとプレッシャーがすごくなってきたな、ここに来て。相手のプレッシャーが、ねえ、相手のプレッシャーがすごいって。よし、いけ。まあ、オフサイド、おい、オフサイド。キーパー余裕を見せます。利き足の方で打ちたかったですね。ハーフなんで狙うか。全然届いてない。いや、待ってくれ。あー、ダメか。自ら道を開けない。うまくキープしました。強いですね。オッケーオッケー、いいよ、プレッシャーいいよ、プレッシャーいいよ、いけ。よっしゃ、逆サイド入ってる。もう最悪、もうロングマジで苦手、ロングマジで苦手。サンチェス、ねえ、もうショック、ショックがでかい。いけ。何、主審の判断はどうでしょう。何、誰、相手のチームだよね。そうだよね、カレーだ。イエローカードです。うん、手前だね、まず手前だね。イーロング、よっしゃ、よし、よっしゃ、オッケー、バディ、よし、よし、こっから行くぜ、もう勝つよ、よし、いや、よかった、ホーランズナイス、バディもナイスじゃなくて、これチャップリン、誰だこれ、チャップリンだよね、チャップリンナイス。よし、いいゴール。足折れるかっていうぐらい、まあ、スライディングしたね。喜べ喜べ、メディカルスタッフじゃなくて、なんていうの、スタッフも喜んで。3ゴール目、よし、ナイスゴール。いや、いい時間帯だよ、いい時間帯。守るよ、本当に守るよ。 ミスをなくそうね。もうパークザパースとか絶対しない。トラウマがあるからね。お、エバートン対アストンビラも延長、オックスフォードユナイテッドとエクセダーシティ、マンチェスターシティとニューカスルユナイテッドも延長戦ですね。ほう、チェルシー負けてるな。はい、はい、ということで延長後半行きましょう。さあ、延長後半行きましょう。あと15分耐えれば勝利です。あと15分耐えれば勝利です。もうチーム、あれだね、このまだ FIFA16 では延長戦1人 OK みたいなのはまだルールないですから、もう変えられません。このメンバーで行くしかありません。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。よし、行こう。マジで終了間際の失点だけは絶対ダメ。もう抑えるよ。めっちゃ空いてんじゃないの。空いてない空いてない、余計なことしない。シンプソン、よし、オッケー、ナイス。あー、流れちゃったが、いいでしょう、いいでしょう。
まあ、オッケー。もう後ろに返すのも怖いもん、ちょっともう。もういいでしょ、いいよ、いいよ、いいよ。もう、後ろに戻すだけはもう俺、もうトラウマで怖いから。とりあえず、外に出す。ノーファール。ああ、さすがにダメか。うわ、やだな、この位置。うわ、この位置やだな。外、3点下がっとこう。よし、よし、カウンター。見事です。よし、いけ、どこまで行く、どこまで行く、どこまで行っちゃう、どこまで行っちゃう、どこまで行っちゃう、なんでそんな大きいの。そんなに俺強く蹴ってないで、もう2プッシュぐらいだよ、2プッシュぐらい。なんでそんな強く蹴るの。もっと弱くていいのか、もうカチャンでもうワンプッシュでいいんだな、大体な。よし、ね、ちょっと今のちょうだいよ、今のはちょうだい、今のはちょうだい。イエローカードでもおかしくなかったプレーです。危なかったですよ、もうちょっと考えてプレーしないと。あ、すいません、怒られて、怒られて。いいよ、クロス上げさせない。ここでためを作ります。よし、来た。ディフェンスボールを奪います。よしで、どこどこどこ、マジでおかしい、おかしい、今のロングは違うじゃん。危ない、なんでそういうとこ打つ。よかった、なんでそんな後ろに打つんだ、そんな強く打ってないだろ俺。うまい。ここでキーパーへ戻す。くそ。パスは頭でつなぎました。まずい、まずい。崩してきた。オッケー。さあハーフナー高い。あれ俺ハーフナー変えたんだ。忘れた。もう延長戦だ、延長戦じゃなくてもう終わり、終わり、もう終わり、出て、頼むから出て。ああ、出す、もうとりあえず前、いけ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 、オッケーオッケーオッケー、よーし、オッケー。ああ、疲れた、疲れた、オッケー、ナイスゴール。いい試合だ、いい試合じゃねえ、悪い試合だよ、本当に悪い試合だわ。頼むぜ、これ危なかったね、これ。これ何これ、本当に頼むよ、出てるでしょこれ。あー、バディイエローカードいいもん。あー、よっこい、ちょっと低いちゃって、セーブ。いやー、こういうの決めたいね、こういうの決めたいね。これちょっとあれ、コントロールでよかったねこれね。あー、いや、イエローがいいっつうんだ。何枚ももらってる。そしてハーフナーがゴールですね。このサンチェスのこのね、チョンパスが良かったね。このシュートも素晴らしい、外回転でこうインでこう蹴って感じね、素晴らしいわ。あー、でポストですね、これ危ないね、これ危なさすぎでしょ、これこれ危なかった。うー、危ない。でもクソみたいなミスで決められまして、もう見たくもないよ、もう。ですが105分、このパスパスパスから最高です、完璧に崩したね。いやー、素晴らしい、もうガラ空きのゴールに突き刺すだけ。いやー、よかった、なんとか勝てたね。うわー、結構 PK 行きそうなところが2試合ぐらい。いやー、眠くなってきちゃったよ本当に、もう。出場停止。うわ、ダニー・ホランズダメか。うわ、マジか。お、順位まで上がったね、リーグ順位も。こっから徐々に上げていこう。次回ですね、アウェーでウィガンかな、ウィガンとの一戦。ウィガンって何位だろう、結構上だね、6位だな。 OK、 ということで次回もですね、このまま、頑張っていきたいと思います。ちょっとずつ勝てるようにはなってきたんで、頑張りましょう。ということで皆さんも今回もご視聴ありがとうございました。 Twitter の ID 概要欄に書いてあります、ぜひ Twitter で検索してフォローしてみてください。ということでですね、次回の、ちょっと待ってね。 OK、 ということで次回の、FIFA16 実況でお会いいたしましょう。さよなら。